やっぱ箱根はやな、やっぱ箱根はやっぱ嘘つかんな。ええー、わ、気持ちいいわ。温泉も気持ちいいし、料理もな、もう出してくれてんねや。あ、はい、失礼いたします。あ、はいはい。あ、どうも。どうも、ご無沙汰しております。同旅館ご利用いただきまして誠にありがとうございます。何回目でしたか？僕も3回ぐらい行ってましたっけ？そうですね、4回目で。あ、4回目ですか。はい、失礼。ちょっと失礼してよろしいでしょうか？どうぞどうぞ、はいはい、どうでしょう、お料理の方。これからいただくんですけど、あの、月替わりで。失礼いたします。ありがとうございます、本当に。それでですね、はいはい、あの、中川様、はい、ちょっとご紹介、はい、あ、そう、ゆっくり締めて。ゆっくりね、ゆっくりね。はい、ゆっくりごめんなさい、はい、あの、はいはい、1週間ほどなんですけども、はいはい、うちの方で働くことになりました、はい、新人の中井の岩橋と申します。あ、岩橋でございます。ちゃんと挨拶して。ありがとうございます。岩橋さん、何分ご失礼します。はい、緊張してますね。あ、まあ、最初は、はい、最初は誰でもね、中川家の礼二さん、礼二さん、さん、あ、どうもありがとうございます。大好きで、僕はあの、はい、京阪沿線です、私も。あ、そうなんですか。そうなんです、で今箱根で、今箱根で詰めさせていただいておりまして。あ、そうなんですか。ありがとうございます。いや、またね、ちょこちょこ来させてもらいますんで、またぜひともご平気に、お近づきに。あ、いいですか、はい、すいません、ギャー、痛い、痛い、痛い。緊張してるもんね。緊張してる、緊張してる。あ、何ですか。一回だけごめんなさい。何でしょう。ちゃんと閉まってなかった。いや、ちょっとですね、こっちの調子、ごめんなさい。申し訳ございません。ちょっとこちらの方、いいですか。あ、これ、そうそう、はい、新人さん、どうぞどうぞ、これ。あ、もうそんなの、そんな。本当ですか。どうぞどうぞ、今回だけね。どうぞどうぞ。いいですか。まあ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 、黙って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 。何をしてんの。すいません、ダメでしょ、こっち、いいですか、こっち。ありがとうございます。いや、いいえ、頑張ってください。すいません、ありがとうございます。火がついてなかったみたいな。これはもういいんですかね。いや、まだですね。あ、まだですか。ちょっとごめんなさい。いやいや、つけてちゃんと。いや、もうそんなもう、ゆっくりゆっくり。ゆっくりでいいのよ。岩井さん、ゆっくり。火をつけないと。怖いな。ごめんなさいね、なんか。ごめんなさいね。怖いな。ちょっと、ちょっと、はいはい。何をしてんの、火をつける。近くでやらなあかんのです。近くでやらなあかんのです。一回だけいいですか、すいません。はい、はい、終わり。はい、一回だけ。ちょっと待って。ごめんなさい、緊張してしまって。今ので大はすっきりしなかったんです。ちゃんとしなさい。すいません。あ、すいません。変わった変わったよね。あ、手遅れた。あ、大丈夫大丈夫。ごめんなさい。あ、着きました着きました。すいません。着きました着きました。こっちから消すんじゃないの。すべてが消えてから蓋を取るという段取りでしょ。言ったでしょ。すいません。つけてちゃんと。僕やりましょうか。ごめんなさい。いやいやいや、ごめんなさい。やらなくて緊張してるみたいで。あ、そうですか。あ、ありがとう。あ、つけた、ついてる。すいません。で、中川様、これ火が消えてから、あ、はい、火が消えてから、でございます。消えてから、消えてから、蓋を取ってもね。すいません。すいません。もう私が、ごめんなさい、ありがとうございます。だいぶ緊張して、もう中川家の礼二さんだって言ったら、もう昨日からずっと緊張してた。すいません、もう本当に好きで漏れ口よう行きます。あ、そうですか、すいません、ありがとうございます。ごめんなさい、ありがとうございます。一回ちょっと出さないと。そうなんです、また入ってくるので。何ですか、出さないと入ってくる。そうなんです。意味があんま分かんないですけど、ごめんなさい。はい、全然全然就職なかったんですけど、はい、拾ってくれはったんです。そうなんですか。面接官を睨むんです。全部落ちるから。私は睨まれた時に、はい、あ、この子私の若い時と同じだなって言って、でもこれは治るんだよっていうことを切々、はい、と説明しましたね。ああ、そうなんですか。そこからちょっと落ち着いたんですけども、はい、なんせ中川家の礼二さんでございますから。緊張する、緊張する。一回抜かしてもらっていいですか。もうこれやって、これ以上失礼するのは。抜かしてもらってもよろしいですか。一回抜いてもいいです。申し訳ございません。これ以上失礼するのはもう仕事に差し支えますので、はい、そうね、はい、お言葉に甘えて、ちょっと抜いておきなさい。ありがとうございます、はい、どうぞ。ビタほんで、あの、2人どうでもいいけど、距離近すぎるソーシャルディスタンスです。
そうです。ソーシャルディスタンスです。普通に言いなさい。普通に言いなさい。ソーシャルディスタンス。ソーシャルディスタンス。わかりましたから。Far away。ソーシャル。ソーシャル。ソーシャルディスタンスです。もう申し訳ございません。岩井さん全然気になさらないでください。全然大丈夫なんで、ね、落ち着いて大丈夫、はい、大丈夫大丈夫、あーびっくりした、ありがとうございます、ね、料理も、ね、そうなんです、で料理長の方がですね、はい、ちょっとご挨拶したいということでよろしいでしょうか、全然大丈夫ですよ、料理長、はい、料理長、はい、料理長、失礼します、はい、はい、あどうも、あーどうも、またなんか凛々しい、はい、あどうも、すいません、どうも、料理長の金光と申します、金光さん、どうも、すいません、美味しそうですね。いかがでしょうか、ちょっと料理長から料理の方の説明をちょっと説明してもらおうか、はい、じゃあ、ね、説明してさせてもらってもよろしいですか、あいいですよ、じゃあ巨人師匠、はい、どうぞ、はいお願いします、こちらまずお刺身ね、はい、お刺身、サーモン、はい、ホタテ、はい、やめな、え何つう最後これやめ、あヒラメですか、僕の日本一早いヒラメ、あやめ確かに早かったもん、一人じゃない、ね、あと天ぷらね、あ天ぷら、はい、天ぷらこれは何がこれは入ってますか、いろいろこれですか、はい、これサメ、冗談は冗談だ、冗談冗談、サメなわけないからね、すぐ言うんですね冗談って、すみません大丈夫ですか、空いてました、空いてましたので、ちょっと空いてました、あそうですか、まあ、別に大丈夫、大丈夫です、あちょっと家具がね、あそうですか、ごめんなさい申し訳ございません、これ煮物か何やろ、これこだま師匠なんすかね、これわからんなわからない、わからんわ、でもよう見ていただいてこれ、はい、おもろやないか何がやろ、なんかテカテカしょんなぁ、テレテレしょるわでもわからんわかんないですか、わからんねこれ天ぷらでも何やと、これトータル天舗その2人これ何が入ってるんですかね、これはですねかぼちゃですよね、これは藤田が実家で作ってるかぼちゃと、これは藤田が作っているさつまいもですよね、そしてこれが藤田が作っているエビ、俺全然作ってなくねこれ無視しよう、これはわからんわからんねー、料理長今説明してたでしょ、わからんじゃなくて、ほらだわあげとんなぁ、あげとるだけでわからんねぇ、そうか、すいません、これでもこれ、あ、これとわかるか、ちゃんとわかるか、これさかなくんわかります、これはい、これは室上さんのサーモンさんで刻みます、室上さんのサーモンさんで刻みます、はい、はい、そしてこれはホタテさんで刻みます、これはヒラメさんが本当は魚米にしたかったんですけども3枚にさせてもらいました、ありがとうございます、でもできたら5枚の魚くん食べたかったけどね、いや魚米が良かったんですけど、はい、数の、はい、計算上3枚ずつにさせてまた次第で刻みます、ありがとうございます、そうですか、はい、すいません、ありがとうございます、これさっき鍋聞いてんかというと、これトロサーモンの久保田くん、これは何やろこれ、ちょっと何これ、こんな色誰出したんこれ、匂いとか、はい、あダメですか、犬何で犬やん、これ違うでしょこれ、わでもこれ食べてくれあるんですか、あいや、まあ、あの日が消えたら食べてくれって言われたんで、 ありがとうございます、児玉師匠これ何ですか、わからんそんなやダメ言ったら分かるでしょこれ、分かんないですかこれ、なんかは色はついてある色ありますね、色ついてますけど、色はついてあるけどわからん、これキリンの田村君、これは何やろね、梅干しやろこれなんで梅干しあんねん、いやそれ僕知らないですけど、え日の丸弁当ちゃうやろこれ、はい、いや料理長が作られたのでね、それはなんでだから梅干しあんねん、ごめんなさい、ごめんなさい、梅干しあんねんって俺出せ言うたらええやろ、はい、おかしいやろすいません、あ、ごめんなさい、じゃあおかしいやろ、はい、
料理長、青谷のり子さんもされてました。先ほど青谷のり子さんもされてました。青谷のり子、はい、青谷のり子さん、これすいません、ふざけた料理ばっかり何これ下ネタ、キノコの下ネタばっかり。下ネタちゃいますね、キノコ。キノコでしょ、これ、これ何この何か、これあれじゃないのこれ、下ネタばっかり料理ちゃめちゃめ先生が作りはったでしょ、これ小玉師匠、それなんですか。もう分からん、色はついちゃうね。いや、色はついてますよ、それ。色はついちゃうけど、そこまでわかるんですね、色ついてるのまではわかるんですね。そんなんや、これ。分からんな。これ、あの、哲夫君、これなんですか。これ、あれ、あれなんですよね。僕、あの、実家がそうめん屋さんなんですよね。ほんで、ここにあの、そうめん入れたかったんですけど、ちょっと器がちっちゃくてね、あの、ちょっとかきたかったんですよ。はい、だから、この器にしたらね、あの、そうめん入れようと思ったんです。なんか、サーモンだったね。そうめんとサーモン、よう似たんで、これ。うん、お願いします。そうめん、そうめんとサーモンなら、伸ばすとこも一緒やしね。あ、はいはい。そうめんでしょ、はい、そうめん、サーモン、同じ4文字やしね。あの、サーモン、あの、伸ばし棒が似たんでな。うん、なるほど。これ、こだましょう、これなんですか。わからんなサーモン、どうしよう。オレンジやというのはわかんないけど、色はあった、色がついちゃうね。色はわかんないか。で、巨人師匠、これあれやね、サーモンやね。これもサーモンですよ。サーモンとこれはホタテ、はい、はい、で、これがヒラメ、はい、俺がパンパンやな、これな。いや、生食べてないです。もう下げます、冗談下げません、冗談がびっくりする。まだ食べてませんもんね。あ、そう、冗談、冗談、冗談です。ごめんなさいね、あの、ゆっくり、まあ、あの、食べます。あれ、ちょっとこれ調子悪いな、これ調子悪い。あ、ほんまですか。すいません、立て付けがね、ちょっとこちら、申し訳ございません、ちょっとだけ、すいません、立て付けが悪いもんですから、申し訳ございません、すいません、はい、すいません。そこはいいですけどね。そこはいいです。そこはいいです。それもういいです。もう閉まったと思いますんで、だいぶ。すいません。でも、でも歌はダメですよ。おかしい、おかしい。おかしい、腕におかしい。痛い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 。すいません、すいません、申し訳ございません。一旦治りました、ありがとうございます。ちょっと暑いですか、お部屋が。いや、まあ、だいぶ暑いですね、なんか。ちょっとクーラーの方が暑いね。クーラーついてますか。ついてないかもしれない。暑い、暑いです、暑いよね。まあまあね、上着暑かったらしょうがないですけど、ちょっと、はい、ここ暑くて失礼いたします、はいはいはい、ね、申し訳ございません、すいません、はい、さあ佐川急便で一番稼いでるやつ。すいません、すいません、お客さんなんで服を着てください、ね、はい、本当ね、中井さんでしょ。申し訳ございません、佐賀教員、佐賀男子じゃないですよね、佐賀女子。いや、ちょっと暑いって言われた。すいません、申し訳ございません、反対です。反対ですか、反対です、反対、反対。よーよー、夜の糸で道から任せ。言ってる場合やないですけど、すいません、申し訳ございません、はいはい、ちょっと服を着てください、ね、着てください、申し訳ございません、いやいやいや、まあまあ、はい、大丈夫、信じなもんで、はいはい、あれ、また、あれ、反対、反対、反対、パー、パー、パー5で通音するやつ。パー5で通音するお方でございます。イーグル取れます。あ、イーグル取れますね、はい、確かわかります、はい、ね、小田のとこ2打で入れるってすごいですよ、はい、そういうことなんですよね、はい、あれ、反対や、あれ、星の裏返しや、パーパーポイシネマから売れた俳優。知らんけど、V シネマから売れた俳優でございます。よございますって、あの、こんなコース頼んでないですけど、熱いとおっしゃってます、ね、あ、熱い、いや、まあ、そうなんですよ、はい、確かにね、早くしなさい、すいません、ね、熱い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 でしょ、裏表逆か、裏表逆か、すまた行くか、移動します、ボーボー暴走族で車乗ってるやつ。なんておっしゃったんですか、今、なんておっしゃったんですか。
暴走族で車に乗っている方でございます。なるほど、はい、ね、バイクではないですね。そうなんです。結構時間まだ蓋は取ってはダメですね。まだダメです。蓋取ったらダメです。ダメなんです。蓋取ったらダメです。取った、あ、取った。ちょっと待って、ちょっとごめんなさい、はい、もうちょっともう一回出てもらえます。もう一回出てください。もうすかこれ。いや、じゃこれつけていってください。これはすいません、これはつけるようにしたい、ね、岩井さん、これ勤めてるんです。これつけていってください。これつけるように勤めてるんですけども、そう、ほんまにこれ、いや、違う違う違う、これ刺身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 、ね、刺身何に色つけました今。いや、秋魚です。秋魚です。これ元々何でしたっけ。やばい。早すいません、もうほんまにつけてもらいます。つけてね、じゃあつけておいてましょうか。そうね、はい、もう使う、やりましょうか。僕いや、いけます、いけます、すいません。ついたんちゃいます。あ、つくんちゃいます。一回つくとつかないシステムです。一回つくとつかないシステム、よくわかんないですけど、つきました。あ、つきました。よかった、よかった、ありがとうございます。ありがとうございます。火が消えてから、はい、蓋を取るようにして、はい、そうでございます。わかりました。火が消えてから、消えてから、消えてからよ、消えてから、消えてから。いや、もうそれ申し訳ございません。消えてから、消えてからでございます。まだできておりません、はい、まだできてないから、はい、熱い、まだできてない、触ったから、触ったから、これ焼き出するから、熱いから、やけどするから、消えてからから、消えてからよ、消えてから、あぁ、繰り返し、繰り返しになりますけども、繰り返し、いや、あったかしてんね、繰り返しに繰り返しちゃうと、ちょっと、あの、おかみさんが何か言うたびに、そうなんです、岩井さんが何かあるんで、私、注意を促すんですけれども、はいはいはい、ごめんなさい、ほんと、もう、ぜいぜい言うたりするんで、はい、ちょっと待ってください、ね、123451234512351235123451235、次の123451235まで行くか、行きません、やめてくださいよ、次の123451235まで行かせてください、いや、それは無理ですよ、123451235、いや、行くんかい、チャンス。何言ってんねん、もう帰って、123451234。ありがとうございます。それでした、同じ数に。同じ数にしないと。採用対象が気になってます。いや、料理長、そんな話も知りませんので。通常通りでございます。いや、通常通りとか。採用対象が気になってます。もう、出てってください、もう、ほんまに。あ、ちょっと、あれですか。はい。ちょっとご機嫌損なれた感じ。損なも何も、そんな何回もつけては消され、つけて消され、いつ食べていいか分からへんし。申し訳ございません。料理の説明しても知らん言うし。ね、どうなってるんですか本当に。いや、それはあの小玉師匠の場合はそうですけれども、はい、はい、他の人だったら分かるってこと、他の人だとご説明はちゃんとできると。これ小枝さん、これなんですか。んこれなんですな。それ聞いてます。テカテカしてません、はい、えっとですやん。なんですか。さかなクン、これですか。はい、これはノルウェー産のサーモンでございます。はい、これも魚米にしたいところですが、はい、3枚に仕上げてさせていただいております。ありがとうございます。ないやな、はい、ほら分かるやろ、小玉賞これなんでしょ。分からんねえ。サーモン言うたやん。分からんねえ。ないです。色はついたんねえ。色は分かるんですね。色はね、識別はできてるんですよね。識別はできたんねえ。なんか暑いなこの部屋も。ほんまに何回も何回も暑いな。ハワイで一番ロコモコ食うやつ。もう本当におかみさん、おかみさん、もうハワイでロコモコをたくさん召し上がる。聞きました、今それ聞きました、はい、こうからこうハワイっぽくやってました、ね、はい、こうとか、はい、こうとかありますけど、もう帰ってください。申し訳ございません、はい、もうすいません、あともう自分でやりますんで、ありがとうございます、はい、親食を、はい、食べられるときはこちら、はい、フロント9番に電話していただき、誰か出てくれます。お夜食を食べるときだけです。今はダメですよ。今はダメです。今絶対ダメです。今はダメです。お夜食お願いします。お夜食お願いします。誰にお願いしてるの。1、2、3、4、こっちに止めた。1、2、3、揃いました。はぁ、行きづらい。もう帰ってください。ね、あのこ
っちが帰りますよもう。それだけは本当に、いやこっちは帰りますよ本当に。それだけちょっと、はい、まあ、早く本当に出て行ってください。夜食も自分電話しますんで。はい、ね、夜食まではダメなんですね。夜食ダメです。ダメです。夜食の前にこう電話取ったらダメです。ダメです。お願いします。夜食お願いします。すぐ持ってきてくださいです。よろしくお願いします。全部いっぺんに食べるそうです。お願いします。1234ミスった。5678までいけるか。90111212次は16や。13141516決まりました。17181920212324225じゃあ28ですわ。26、21、28こっちやった。ウェーイ帰れです。早く帰れって。もうええやろ。食べないですか。じゃあ僕いただきます。いや、わかるわかる。冗談。難しいですよ。師匠のタイミングの冗談。失礼いたします。じゃあごゆっくりね。はい、もうゆっくりします。明日の朝、朝食は朝ですね、もちろん。もちろんですよ、いつ食うんですか。朝食をいつ食うんですか。朝ですよ、そら。申し訳ございません。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。ごゆるりと。ああ、こだましゅえ。はい、すいません。どうも、頑張ってね、岩井さん。ありがとうございます。はいはい。あれごめんなさい。あれ岩井さん。すいません。なんじゃ。あの、岩井さん。あの、用があったらまた読みますんで。帰らないという癖で出ます。帰らない癖。いや、それは僕はもう、また、おかみさん。はいはいはい。おかみさん。はいはい。ちょっとあの、岩井さんが帰らない癖ってわけのがあるんですけど。もう、帰らない。帰らないよ。帰らない。帰らないですか。帰らない。じゃあ帰ろう。あ、逆みたいに逆みたいに失礼いたしました。長々と全然の帰らない。帰らない。帰らない。帰らないんですよ。帰らない。帰らないんですよ。帰らないよ。帰らない。じゃあ今すぐ帰らない。ちょっと帰らない。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 今すぐ帰らない。いますいやいや、おられても困るんで。いるんです。いや、いるんですじゃなしに。はい、申し訳ございません。もうおられても困るんで。すいません。もう帰ってください。お願いなんで。どうされどうされどうされ逆に言ったよ。あ、そこは大丈夫。そんなとこあかんって。そんなとこネジ差しあかんって。いや、あかんって。いや、あかん。なんで秋でやってるの。もう早よ早よ。長々と失礼しました。とんでもないです。もう本当にまたお願いします。はい、お願いします。うわ、ちょっともう、うわ、あ、もうチェックアウトや。